空手道全道会小金井支部石岡沙織、総合格闘技ジュエルスのメインイベンター石岡、そのアグレッシブな姿勢と大いなる可能性、未来の女子格闘技を背負う存在となった。先日シュートボクシングルールに初挑戦するとダウンを奪い快勝、その実力が立ち技でも通じることを証明した。ジュエルスが誇る新世代エースがついに S の祭典に参戦。シーザージム高橋愛、シーザージムの秘蔵服がついに大舞台へ。その長い手足での攻撃は相手を一切寄せ付けない。自分試しでどこまでいけるか、そこの挑戦だと思う。挑戦という名の下克上が始まる。ガールズ S カップ20091回戦、石岡沙織 VS 高橋愛。本コーナーシーザージム高橋愛。赤コーナー全道会小金井道場石岡沙織。Yeah!
一本。石岡沙織選手の